こんんばはレオです今回はねすごいねゆるい動画になってますしてシェグレオのラジオということで今回はもうね <laughs> お疲れなのでサプライしてください。あの、本当はケイトのね。あのレビューをしようかなと思ったんですが、そもそもケイトのリップモンスターとあのリップライナーとクロスのセットのやつをどの店もね。売ってなくて購入できず、いろいろ回ってたら風邪ひいてこういう状況になっております。そしてね、あのメイク動画も作りたかったんだけど、しっくりこなくてね。もう流しちゃいました。あのー。 一応ねあの1本撮ったのはこうセーターに似合うメイクみたいな感じでこう服装に合わせたメイクをね4種類ぐらいやりたかったんだけどもう1個疲れちゃって <laughs> あのねイルックではあったのこう毛穴を残しつつこうナチュラルな仕上がりであえてトーンアップとか何もしないでちょっと暗い感じでこうテラコッタブラウンに最後にねシャリシャリシルバーの資生堂のやつを入れて。 こうフューチャリスティッッククに、ね、まとめ上げるっってていうルクを作ってね唇もねこうシャリシャリシルバーをねこうテラコタブラウンの上に重ねるっていうルックですごいかっこよくは仕上がったんだけどもうね動画編集っていうのは大変で普通の人だったらね撮った映像を、ね、切り貼りすれば何とかなるんですが獅子 <laughs> 口レオチャンネルの場合は合成作業が入りまして眼球を描いたりね こうほぼパラパラ漫画のような感じでこう一枚一枚書く作業っていうのがあるのでもうきつくてね今回下おろしちゃいましたおろしてっていうかあのボツにしちゃいました。 でクリスマスデートメイクのあのー、なんかしっくりしたものが出てこなくて嫌と思っちゃったんだよね中の人はねこう試供品ばっかり使っちゃったらしくてこの <laughs> あのほとんどねデートメイクはそれで、ね、あのアップルブラウンのねフーミーのマットにこうシャリシャリシルバーとか入れて、まあ、シルバーピンクルックを作ってデートに出かけたらしくもうあの好評だったは好評だったんですがなんか七口レオちゃんネルいとあげるのもかなという感じではい 今回緩いです、まあ、話す話ことも,ないんだよ、ね、もう何ていうの春コスメについてはもうあのいつものカレンダー動画をねこのアドベントカレンダー特集が終わったらあげたいなと思ってるので、まあ、話すとすればね最近ねいろんな人のねこう動画を見てるんですよね。まあ、なんかね、うん、こう 今年コスメがすっごい無難だったじゃないですか,だからあの無難なコスメを皆さんどう使ってるのかなっていうのが気になってレオは本当にこうコスメっていうのをね割とアート作品っかメイクをね芸術的に考えてるとこう美容としてあんまりね捉えられないっていうのがあって何ていうのやるなっていうのこうマイナスポイントって っていうのがわからななない人なんだよね <laughs> なんか毛穴はなんか,か毛穴隠したい時のルックはルックでそれであるんだけど残したいっていうのもルックもあるしこうくすみ感っていうのも残したいのもあるしでかくね隠したい場合もあってこう絶対的にねこう毛穴は消すべきとかまつ毛とかふさふさにすべきとかカールアップとかああいった観点がねよく分からなくて。 こういろんな人の動画を見てきたんだけどやっぱね、うん、違和感あるなあっていうのが感じてほんとね合わないんだなないいだっていうのを感じましたなんかどの人もねここメイク工程っていうのがこう画一化しているというかなんだろうあのなんかどの録もみんな一緒な,なんて言えばいいのかなああの結構人気な人とかのやつを LB とか見ててあ編集うめえなーっていうふうに思うけど何だろうこうなんかどの動画も顔一緒じゃないっていうなななんかアイラインの位置とかもあまり変えないしまつげの扱い方とかもルックによって変えてるっていうのはあんま なかったしなんてうの色,だ色は変えたりしてたけどこう全体的に前提としてのベースのベース,っていうかベースメイクじゃなくてこう基準となるメイクがあってそこで色をねこう変えてるだけっていう感じがしてあやっぱ違うんだなっていうのすっごい感じましたね。なん,なんて言うんだろうこう省くとかそういうのじゃないけどこう選択肢っていうのがね こう自分とは違うんだなっていうのを感じて、だからレオのねレビューって絶対参考になんないじゃないかっていうのをね最近感じ始めました。本当レオはどうメイクしていくかっていうと割とねあの時間とかも考えてこうコスメによってはねあの色味がねこう数時間後に出てきたり逆にフェードアウトするものもあればこう ずっと変わんないものものあるからねそれを把握しといてそれでこう時間差によってこう色味が出てくるのんかそれを時間による変化をね前提としてメイクをしたりあとパーソナルカラーとかもそういう系ああいうなんていうのこう何もいじらずに使ったらこう似合わない色とかってあるけどなんかそもそも全部の工程においてこう操作しちゃうから <laughs> こうんていうの。 なんかだから合わないんだろうなっていうのを感じましたパーソナルメイクとか似合わないだ特にそうでこうクオリティ的にね似合わないっていうものは結構あるのレオの場合だとこう青いピンク自体はすごい得意なんだけどこうプチプラが出す青いピンクは白み感があるしくそみが、ね、出やすいっていうのがあってだから似合わないんだよねだからあえて、ね、特にねなんかプチプラのためにねこう操作をするっていうのがね まあ肌の調整をするっていうのがあんまりちょっと基本的にならないから <laughs> そういうのは使わないんだけどこうデパコスでも似合わない色テラコッタブラウンとかさっきっそれこそそうなんだけどこう肌がねあのくすみやすいのはあえてねそのくすみを残してやったりあとは黄色いコントロールカラーでね飛ばしたりしてし似合う色でもねこう雰囲気とかでちょっと操作したいともあるからそもそもねどの色もね こうベースメイクとか位置とか場所をのせ方ラインの引き方とかね全部考えちゃうタイプの人間なので脳面なので <laughs> そこが本当に合わないんだなーっていうのがよく分かるだから本当ね一般層に比べてこう思考しすぎちゃうっていうかなんか当たり前にやっちゃってるんだけどなんかこういう観点でこうコスメレビューしてると。 本当に大丈夫かなっていうのを、ね、感じ始めましたやっぱなんかマスカラの紹介だとこう一本一本のね構造というかなんか造形のねこうなされがいとか <laughs> あの色の字まつげとそのカラーのせた時の,この境についてとか境目境界線とかのもうこ気になっちゃうんだけどこう他の人の見るとカールキープ力とかこうボリュームアップ力とか。 こうそういう観点で話してて、うーんちょっと参考にするの難しいなっていう風に思っております。皆さんどうメイクされてますか。多分こちらのチャンネルは割とそういう風に見てる人多いのかなと思うんだけど。 なななななんんかかか参考になんないんだろうなとか <laughs> いやねこのチャンネル大丈夫かな <laughs> あとあそうそうレビューで思い出したけど大体みんな腕掃除するんだとするんだけど <laughs> あれがじゃあねレオねちょっと言いたい皆さん手の甲でやっていただけないでしょうかっていうねこう視聴者目線があるんだけどこうなんでねレオがねいつも手の甲でやるかっていうとまぶたの上って意外とね滑らかじゃなくてこう。 しかも立体的だから意外とね。手の甲の方が質感的には近いような感じをしております。だからね。あの腕スウォッチだと毛穴とかがなさすぎてすっごい滑らかに見えちゃうのだから、プチプラのアイシャドウとか。ここでソ腕スウォッチするとすっごい滑らかに見えるんで、ね、実物よりもだからめっちゃいいように見えるんだけど、実際はそうでもなくてこう。テクストリーなだよな。重みがあるというか、こう乗っかってる感っていうのがね。あ,るあったり逆に。 あのデパコスの超綺麗な例えばアンプリチュードとかあそこら辺のアイシャドウを腕スウォッチしちゃうと本当にねあの美しさ半減なんだよだからあの手の甲スウォッチがポピュラーになるとレオもねレオ,レオだってねもうなんかしもう最近失敗個性が多いというかねかっ分かんなきゃよかったなっていうのが多いからこうあそうなんかレオの場合でも結構 YouTuber に乗せられて勝ちだって失敗することが多いので、ね。 うん、ま <laughs> 届かないだろうけどねこの声はだからあで、でもなんでて、ね、手のこうで装着してるからそういうことでそのテクスチャーの違いが出やすいので、こう実際のまぶたのそうサイトね変わらなくなるのでそうしております。はい。ぐらい。<laughs> なん、まあ、なんか今年のねコスメに関しては、まあ、好きなねブランドは取り上げて本当はもうちょっとね上げる予定だったんだけどもまああのー、そうだなアルミケが今年うまくやったなっていうのが感じられるしジルシチュアートもね自分の枠の中でね結構遊んだなっていうのがあって結構評価がね上がったブランドも多いんだけど好きなブランドとして評価が下がったなっていうのはアディクションやっぱザ・アイシャドウパレットの威力だ、ね よねあれがねもう今年何て,、ね、て,ううて言うんだろうその韓国コスメとかああいう系のコスメの系統分かってもそれをアディクションが真似するっていうのは違うんじゃないかなっていうのがあってただそれがねどこのベスコスでもね選ばれて少し悲しいなっていう気分,気分でしたね。あとは あのフーミーミとかももねね完全にに無難行きましたよ、ね、今年も本当に面白いからが全部アウトレットに行って結構コメントで見かけられるんだけどレオもそう,もうアウトレットばっかり遊んって <laughs> おりますねだから好きなね「あのフーミーとか「ベイビーミー」の商品も全部廃盤だから全然紹介ができないんだよね。 だからうーんこう2つに分かれたなーっていう年だったねやっぱり左右メイクとか純欲メイクとかっていうのが流行ってでもね「パーフェクトダイアリー」さんから頂い,いたね猫パレットとかグロスとかああいうのはすごい好きだからルック自体はねけあの全然ね好きなんだけれどもなんかそれだけっていうのがねすごい嫌だったなーっていうふうに思いますね。ど、ま、ど、あ、どのののの時時代代代もそううううだけどこうどの時代っていうか年代っていか年あの うん、こう普通の一般的なメイクで薄いメイクナチュラルなメイクとこうバリバリ海外系のグラム系のルックっていうのがあってでたまにこう何ていうのカラー使いをちょっとポイント使いしてああいう層が結構レオはよく見てたんだけどそれがなんかなんとなく私う教た気がする気のせいかもしれないけどそうだからなんか。 なんか美容雑誌見ても結構なんか美容系として,こうなんて呼ばれてる人とかのルックがなんかみんな一緒でこう派手なメイクになると全部グラムに行っちゃうっていうのがなっておくかな何かグラ,ムまでグ,ラムグラムメイクもありと思うんだけどこう,中間がないっていうのがね不思思議だなってい,うふうに思いますこうなんかオフィスメイクと少しちょっとカラーを入れてもその少しがなんかあんまりこう。 幅広くないといとうかなんかね、うん、こうもうちょっと多様性があったらいいな <laughs> あでも地雷メイクとかもあるけど何ていうのこうアイラインとかでさこう結構くっきり出てくるんだけど正直色味とかでののねがが欲しいいなっていうのがあるかどの人もさこう決まった自分のアイラインっていうのはあるのは分かるんだけど別にしない時もあってもいいしなんか別にねこう それもレオだけな気がするなさっきの話に戻るけどねやっぱアーティスティックな感じでねレオなんか部族メイクとか部族っぽい感じ大好きだから <laughs> あやっぱなやっぱ人気ないからなそういうことだよな需要がないとね有名、MM、ならいしそこの枠のコスメも増えないしまあ、そこがねあの だね、やっぱねトレンドっていうのはねレオ全く気にしないんだけどそのトレンドによってコスメが出てきちゃうからこっちの場合はそのゆ由純欲メイクとかが流行っちゃってこう薄いのはいいけどなんか日本のブランドがね韓国寄りに寄せる日必要あるのかっていう感じでなんかそんなねなんか自分の流行減ったなっていう感じしませんレオだけなんていうの わそれしか出てこ <laughs> ない日本の中でのブームがあってこうあのそれで増えてくってなのあるんだけど最近の日本のコスメトレンドって全部輸入っていうか韓国とか中国系でなんか日本としての,なんてうのアイデンティティはどこに行ったのかっていう <laughs> なんかアイデンティティというかこう日本らしさっていうのがね どこに行っったんだろうっていう <laughs> トレンド日本のトレンド日本のトレンドって何なんだろうっていうふうに感じてもだって前なちょっと待って口考えよう何だっけオルチャーメイクとかオルチャーメイクとか流行った時もちゃんとさその時代はお風呂メイクでしょだから何ていうのこう日本でも流行があった気がするんだけど。<laughs> いや気,のせい気のせいかなそれの変わんないかなもうカラーメイクに変わんないかなって思ってるんだけど皆さんはどんな1年だったでしょうか本当メイクはねでもレオの中でもメイクっていうのが結構変わって去年とかは割とねあでもそうでもないかこう二重幅に集中したメイクっていうのをレオはやって。 でここにねカラーを入れてあげるとそこまでねこう浮かないっていうのもあるしこの二重幅のね中での,あのこう細かい作業っていうのが楽しかったんだけど最近はこうナチュラルメイクだとねアイホール全体にふわーっとのっけてねこう水彩画っぽいルックを作るのにハマってたし逆にカラーメイクとかはねほんと点とかポイントとかでこうちょっとあの幾何学的な あのシェイプとかこう部分的っていうなんか細部にこだわる感じがもうユーフォリアメイクの影響を受けちゃってそういうレオンの中ではそういう感じの年だったかなっていうふうに思います。 つや、うん、肌好きはね変わらないけどでもなんかナチュラル系のねあのセミマットとかも増えてしかもこうマットって大体カバー力が高かったんだけど結構仕上げなんだけどしっかりとね隠せるところを隠せてこう薄膜のっていうのが増えたからやっぱ化粧品自体の進化っていうのもね今年は感じられたかなとも思うけどただポイントというかカラーメイク的に関しては。 うんなんかこう制限されてたなっていうのが感じましたねこうアディクションのフォーミュラもそうだしフミのマットのフォーミュラもそうだしで今年流行ってねレオも好きだけどオンジョーンのねアイシャドウに関してもこうあのビルドアップできないっていう商品が増えたかなっていうふうに思います前の商品とかだとこうブラシの操作とかこうチップの扱いによってこうノーダーンをつけられてそれでアクセントをつけてね こうやるっていうメイクが多かったんですが今年に関してはこう締めるっていう行為をするのがこう線に限定されたというような感じでこう陰影をつけるシャドウに関してはこうでも重ねてもそこまでこう暗くならないように平べったいようなルックが増えたのかなとかって 思いますそしてシェイジング自体もこうシェードを入れる場所にねこうシェーディングをつけるっていうよりはこう何ていうのこう一部だけにシェードをつけてやるっていうルックが増えたのかなとかって思ったりでもそうだからがっつりシェーディングががっつりハイライターとか入れる時代じゃなくなったまあポイント使いっていうのかなって。<laughs> うん皆さんどんなメイクしてたんだろうこう一歩通行だからね皆さんの話はもう文字でしか感じられないんだけど感じられてが見れないんだけどうんすごい気になりますなんかこう美容系のアカウントとかとはきっとレオの視聴者は違うだろうからこう。 自分の中ではこうどこにアクセントでか強調するポイントがあったかとかね、あのぜひ教えてください。参考にしたいと思います。特にレオの中ではね、こうアイブロウもともと好きじゃなかったんだけど、こう風味に出会ってアイブロウをいじり始めて、でだんだんねアイブロウをいじらなはたいじららなくなって、こう毛並み感っていうのにね、こうカラーというか毛並みっていうのにね、すごい集中した年だったかな。 こうフーミーのねキラキラのマスカラもこう毛並みのカチッとやるのもうまいしこうアラミケイのねダブルのこの間買ったやつも結構ガチッとねいくようなタイプだったから眉毛に関しては本当にこに毛並みがポイントだったねアイメイクはまあいろんなものやったけどこううん当アイライナーを使わなくなったねリキッドのリキッドのアイライナーはま、まあキャンメイクのねカラーのやつだけで止まったね もう全部クリームのやつで特にハルム系のアイデファイニングペンシルばっかりだったね後半の下半期は。 でちかっこいい目ルックとかこうアイライナーを一番最初にやってからアイシャドウを重ねていくっていうルックが増えましたね。まあ、というのもさっき言ったようにこう制限される、ね、アイシャドウがあったので締めるのがねねアイライラナー系じゃないと、ね、なかったっったたていうのがあったねなんか昔はねほんと締め色が必ず入ってたアイシャドウに対してすごい批判的っていうか何でどこも一緒なのっていうふうに思ってたんだけど最近はほんとにどこも中間色しか出さなかった。 っなってきたから、そろそろなんか指名ながあってもいいじゃないかっていう風に思うようになりました。トレンドってね。こういうとこあるよね。なんか多様で全部残ってくれるといいんだけどさ。さこう。<laughs> 指名色だけだったら全部どこのブランド指名色が入っててで、今度中間職やって言ったら全部中間車両みたいな感じなんかもうブランドごとの個性はどこ行ったのかしら？という風な思いを狙いました。ということで、もうそろそろ終わりにしようかなということでね。まあだらダラ話しました。 まあ、続くので、次回もご期待、期待はしないで。<laughs> 以上だ。